ガザ、ウクライナ、アフガニスタン、世界の戦場を駆け巡り真実を求める記者がいた。戦場記者、須賀川博士。抜群の行動力で世界情勢を浮き彫りにしていく。彼はなぜ戦地を目指すのか。空爆で妻と4人の子供を失ってるんですよね。秩序もクソもないですよ。戦争の被害者は一体誰なのか。本来であればその市民というのは被害者であるはずなんですよね。戦争のこの恐怖の受け皿になってしまってるんじゃないかと。世界の戦地を徹底的に取材する彼の瞳が映し出すものとは。戦場記者。